何ラクト団子。団子って読むのこれ。この漢字団子って読むの。どういうシステムなの。ラクト、あの弓だよね、ラクトって。あれを打ちまくって、塗りポイント貯める。で、それをお金に変えるのか。はい、よろしくお願いします。本日はですね、このラクトっていう武器があるんですけど、この武器塗り、すごいね、塗れるんですよ。塗るのが、早いの。で、なんか、聞くところによると、この、今やってるな。やってるな。今、プライベートマッチ、これ縄張りバトルではなく、プライベートマッチでやってるので、ポイントとかは発生しないんですけど、まあ、こんな感じで、塗り合ってんのよ。で、そうすると、なんか、お金を稼げるらしくて。で、いかがなものなのか、どういうものなのかってのを、ちょっと俺もね、やってみたいと思います。彼やってないな。おい、ひりやさん。その虫みたいな動きやめろ。それやってないよ。それやってない。あ、なくなった。これで、貯めるみたい。これお金を稼げます。はい。で、今ね、ラクト持ってない人はね、普通の弓持ってもらって、違うでしょ。これ弓だけど。違う弓。なんでそんなやってんのそれ。その虫みたいな動きだからなんだこの。規則性あるな、なんか。はい、今、まあ、ブラベなんですけど、くんな。くんなって。規則性を破っていた。縦はいたろ、別に。そうで、これを、ラクト団子っていうのが、実際なんかね、友達曰くね、良くないらしくて、なんか、通報される可能性もあるみたいな。で、チケット使って、やってる人たちが多いみたいで。みんなが使えるこの2倍のさ、チケットあるじゃん。あ、これ使ってやるのが普通らしいよ。実際俺まだ会ったことないけどね。